トップハムハット卿は機関車たちを厳しく働かせる。でも機関車たちは彼に役に立っていると言われることをとても誇りに思うのだ。今日はクズ鉄置き場に行ってくるんだ。エドワードがトーマスに声をかけた。もう行くの？君はまだクズ鉄になるほど古くないだろう。トーマスがからかった。クズ鉄置き場は錆びた古い部品や機械でいっぱいだ。それらはみんなバラバラにされて貨車に積まれる。それをエドワードが鉄工所に運び、そこで溶かされ再び利用される。今日はエドワードがとてもびっくりすることがあった。それは牽引車のことだ。いや、君は壊れてもいないのにどうしてここにいるの？僕はトレバーって言うんだけど、来週壊されちゃうんだ。そりゃひどい。僕の持ち主は僕がもう時代遅れだって言うんだ。運転手はペンキを塗り替えて油を差したりすれば新品同様になるって言ってるんだけどね。僕もみんなに時代遅れだって言われるけど気にしないよ。トップハムハット卿は僕が役に立つ機関車だって言うもん。君は前何してたの？農場で働いていたんだよ。麦を脱穀したり丸太を引っ張ったり、他にもいろいろやったな。子供たちは僕に会うのを楽しみにしていた。トレバーは目を閉じて昔を思い出した。エドワードは駅に向かって出発した。あされるな、本当にひどいよ。トレバーは絶対に助け出してあげなくちゃ。エドワードは機関車の好きな人たちを全員思い浮かべてみた。でも誰もうちにトレバーを置けるような人はいなかった。よかったな、どうしよう。そうだ、あの人のところならトレバーを置いてくれるかもしれないぞ。そして駅のホームにちょうどその人がいたではないか。いやエドワード、浮かない顔してるね。どうしたんだい？牧師は機関士に聞いた。牧師様、実はクズ鉄置き場にトレバーっていう牽引車がいましてね、まだまだ十分に働けるんですが来週壊されちまうんだそうですよ。どうか助けてやってくれませんか？よし、考えてみよう。土曜日にトレバーの運転手がやってきた。トレバー、牧師様がお前を見に来て引き取ってくれるかもしれんぞ。え、本当？さあ火を入れてきれいに掃除してやろう。その日の夕方、牧師と二人の子供がやってきた。トレバーは嬉しくて仕方がない。彼はクズ鉄置き場を走り回った。トレバー、牧師様を乗せて差し上げろ。牧師はトレバーの運転台に乗ってみた。やがて牧師はにっこりしながら事務所から出てきた。トレバーを買い取ったよ。とても安かった。聞いたかい、トレバー、助かったぞ。これからは牧師様のところで暮らすんだ。トレバーは汽笛を鳴らした。今トレバーの家は牧師館の果樹園の中にある。毎日エドワードの走る姿が見える。彼のペンキにはシミ一つなく、金具はピカピカに光っている。トレバーは仕事が好きだ。そして最高に幸せなのは教会のお祭りの時だ。石炭入れのところに椅子を置き、子供たちを乗せて果樹園内を走り回る。それはきっと素敵な思い出として彼の心にいつまでも残ることだろう。